皆さんこんにちは。こんにちは。4月24日金曜日、インディゴ降臨、見事私め皆様の応援のもと初見のコンクリアすることができまして、あと何回聞くんだ、魔法石5個、そして P5 個、五色の秘術を使ったからもうプラス魔法石1個、ありがとうございます。皆様に、お配りすることができ、配るのはガンホーさんです。私ではございません、非常に嬉しく思っていると同時に、ここに、回答を引くまで、コラボガチャを突入、コラボガチャに突っ込むという、公約を果たさせていただくことを誓います。第3回パート好きで、リオナリがこれをかぶせてきたんですが、私は知ってるんですけれども、ゴンさんの状態だったらカイトとは合ってないんですよね。うん、もう確かにね、あのジンのリーダースキルもゴンさんだと発動しないですから、究極前のゴンじゃないと発動しないですから、ゴンさんはちょっと別格でございましてね。ゴンさんはカイトの恨みを晴らしたかもしれませんけれども、カイトとは合ってないから、このゴンさん状態だとカイトは出ないと思う。私はいや、その被ってない時に出なかった変わんないっすよ。村井さんの力が出ないっていう気持ちはこの髪の毛に現れる。ボッドーン、足が上がらない。 This way This way。 さあ、なんか流れ変わった気がしますけど、うん、変わった、変わってない、変わってます。変わってる、変わってます。ちなみに前回のパート1パート2ですね、今回のこの引いてる流れだけでカイト以外の金は全部出ました。スイッ、ディスプレイによだれがボーンして、あ、クラピカ珍しいな。珍しいっす、全然、全然出てないっす。2体目、お前さんも珍しいな。どうしよう、やばい、ムンディア、あ、なんか、お、やばい、すげえ、うわ、本当にムン、プラス分のあれだったか、プラス分の無だったか、足りなかった、無が足りなかった。さっきよりもすごい無、やばい、なんかちょっと緊迫感のある、ちょっとビリビリきてる、ビリビリきてますね。ヒソかな、まだ思い出せない、前に進めない、あ、聞いてるか、あ、っていう話をしてねっていう話ひそかが今ミックスが話してからひそか出ただろう。やべえ、ジョージカイトの話しろよ。レンドゥルルル、いい目が出ろよ。ヒヒヒヒ、残念だったな。技を発動するまでなんかしまえないぜみたいな、ゴン、キルア、飛べ、3秒後に飛べ、ブーブー、今カエルがブー、あの散りました。カエルサイレントワルツ、カモン、2番かな、2番、こんだけ話したら、うん、こんだけ話したらね、さすがにちょっとチラッと、今書いてチラッと、俺呼んだ、話す前から廃棄してたのかもしれないですね。球体所持、球体レオリオ10になってました。嘘だろ、嘘だろ、やばいやばい、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 や、9体所持。あと11回でしょ、これ小助が40回で引いたら上出来っすねっていう、40回引いちゃった、うん、来ました、ああ、そうか、1717の、そしてあと11回引いたら51回でしょ、小助がカイト引いたのと同じところや。まあミックスは引いてないけど。ミックス、あと11回以内にカイトが出れば私の勝ちだ。諦めろ、カイトのことは諦めろ、もう間に合わない。いや、諦めません。もう間に合わない。ミックス味方なのか敵なのか分かんない。その執念が
金の卵を産んだ銀。ギガガルチ。やばい。ビスケが来ちゃう。帰れ。ビスケ帰れ。お前は来なくていい。金。お前何体目だ。11っすかね。うわー、やべえ。やべえ。やばいっすね。レオリオだけでサッカーチーム増えちゃう。やべえ。やべえ。やべえやべえ、ひそかとゲンスルーも野球できちゃう。レオリオ VS ひそか軍。レオリオイレブンのひそかイレブンでした。あと9回。あと9回。きた！これ被ってるからだよ。あー、ひどいひどい。これ被ってるからゴンさん出ちゃったんだよ。これ被ってるからゴンさん出ちゃったんだよ。やばいやばい。今金玉製造機中だ。今金玉フィーバータイム入ってる。今金玉フィーバータイム入ってる。カモン。やばい。急ぎ。金玉周期を捕まえろ。金玉周期を。ゴールデンボール。製造機。今周期来てる。レオリオが2回連続で来ちゃった。ゴールデンボール周期。今ゴールデン。ゴールデンボール。あ、来ねえな。3体か。流れが悪い。そう。あと5回。なかなか連続で出てこないですね。うん、連続で金来ないな今回。でかこんなに私。食べた。おめでとう。まさか。やばくない？何分やってんの私たち。出るまで。でも出るまでやるって出るまでですよ。行ってしまったもんね。行ってしまった。逆にもう戻れないから。ギガグラビ。ちなみに今回私先週から出るまでやるっていう風な発言をした時にですね、非常に多くの方から応援いただきました。おお。村井さん欲しいキャラは行きましょうっつって。行きましょう。村井さんがねいつかねカイトを使って降臨戦にね。いや本当そう。見たい。次だから次カイトでしょ。次カイト。すごい言われました。次カイトでしょ。ただ次回は。アヌビス使いの方を挑戦者として募集しております、うん、パズドラの運営サイトからどうぞ腕に自信がある方ご応募ください。何体目お前。あと1体目。サッカー。ゴンさんが待った。絶対これのせいだろ。絶対これのせいだろ。これのせいだろ。これがあるからだろ。そんな物のせいにしちゃダメっすよ。やべえ。やべえ。また金玉製造機。金玉。あ、やばい。次は5回だ。え、やばい。パート4いっちゃう。しかもこれで引けなかったらコスケを超えちゃう。まずは水見式から。あ、そっから入るんですね。遅かったの随分。水見式にたどり着くのが。ちょっと傘増えたんじゃないですか。あ、てか色変わってない。色が変わった。ということは色が変わったな。色が変わった。変化系は味特質系はあれですよ、葉っぱが枯れるやつですよ。色が変わるのは具現化系。わかんない。なんだっけ。強化系は増えます。一途。変化系は嘘。当たってる。当たってる。なんか
僕も知りたいっすみたいな。本日ラスト。うわ、金刀製造機来た。あやべえ。このパートゴンさんは、ね、このパートだけでゴンさん3体出ましたよ。やばい、連続ゴン、連続ゴンだ。やっぱゴンさんやばい。コスプレからっすよね、やっぱり。待って、形から入る。待って、ゴンパクメル。究極でもうすでに私1体持ってるから。ゴン5体。ゴンパクメル。やべえ、バスケチーム。バスケチーム。ゴンパバスケ。オールゴンか。オールゴンだよ。いや、俺でも。ジン混ぜていい？ジン混ぜていい？ジンリーダーにして究極前のゴンと究極のゴンを全部混ぜるみたいな、そういう遊びできる。あ、いいですね。うん、お、強いんじゃない？いや、強くはないか。いや、これね、さっきゴン引いて、その時はまだ帰ってないなと思ったけど、うん、これラス1で、ね、あると思ったよ。あると思った、さすがにあると思った。今ちょっと、いや、この展開読んでなかった。まさか私もね、続くと思わなかった。どうしよう、これ本当に続いちゃっていいの？大丈夫？セーフ？だってちゃんと全部を公表しないと。そう、逆になんかもう怪しいっすね。続きます。ギガグラビティ5。くそ。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。